のプロデューサーだった高見義雄は企画の立ち上がりから仕上げまで携わった一人。当時スリーナインはテレビで放送され爆発的な人気を得ていた。映画ではテレビシリーズとは違う新しさが求められていた。例えば鉄郎です。これはまあテレビの鉄郎とはねちょっと違うよね。劇場用の銀河鉄道スリーナインというのは鉄郎の年を15歳にしています。でアニメーションが子供だけのものじゃないっていうことが一つとね、本格的な映画を作りたいねっていうのが僕らの願いで、主題歌も含めて全部テレビとは一新した取り組みをまあしてますね。新しさの象徴となる主題歌、高見が注目したのは五大悟だった。五大悟は歌詞に英語を盛り込んだ新しいサウンドで子供から大人まで幅広い人気を集めていた。主題歌を五大悟に依頼するべきか、プロデューサーの高見は答えを求めてコンサートに足を運び、その熱気を肌で感じた。新しいものへのね、新しい音楽への期待があるというので、あ、これはぜひ何としても五大悟にねお願いしなきゃなんない、五大悟しかないよっていうね、そういう気持ちになりましたね。五大悟はその頃ツアーとレコーディングの過密スケジュールをこなしていた。そんな中スリーナインの主題歌の依頼に対して、アニメでそういうそのロックとかポップソングとかっていうのをこうガーンと使っているものって実はなかったんですね。なんでそれはぜひやりたかったですね。もうここでなんていうかな、今までのアニメの歌の常識を変えるんだっていうぐらいのつもりはものすごくあったですね。主題歌が流れるのは主人公鉄郎が旅の苦難を共にしたメーテルとの別れのラストシーン。音楽でどう締めくくるか、まさに映画全体の印象を左右しかねないとても重要な曲だった。当時五大悟の曲作りには独特のスタイルがあった。必ず英語の詩を作り、そこにメロディーをつけていた。スリーナインの場合も最初に英語の詩が作られた。作詞は五大悟のヒットナンバーを手掛け、演劇や映画などの分野で世界的に活躍している奈良橋陽子。奈良橋には鉄郎がスリーナインを見送るシーンの絵コンテが渡されていた。 I thought I reached the end, the end of a long, long journey, only to find it's not over. There's so much more to discover.でコーラスが The Galaxy Express 39 will take you on a journey, a never-ending journey, a journey to the stars. でそのイメージをタケに伝えた時にはなんかこう飛べる感じののでわーっていくっていう感じはどうかなっていう感じは多分ポジティブな感じで、ね、明るく話し合ったと思うんですよ。奈良橋の英語の詩をもとに竹川は作曲を始めた。口に出さないのにかっこいいって自分が思った曲っていうのは絶対にいい曲なんですよ。それでそれをために溜め込むんですね。まずここでこうやって忘れないようにメモを書くんですよ。多分ここに書いたと思うんですけれども、これが I thought I reached the end, the end of a long, long journey。 これ
って思いましたね。その時これはやったと思いましたね。本当受験戦争とか、例えば英語習うのももうすごい苦痛だったとか、なんかみんなもう忙しくてもうやっぱ目が下に向いてる感じでずっと生きてたみたいな。当時日本の子供たちは受験戦争と呼ばれる過酷な状況の中にあり、それがさまざまな弊害を引き起こしていた。楢橋は宇宙を見上げる少年の絵コンテを見て思いを巡らせた。例えば日本の中だけで生きていくじゃなくて、やっぱり世界で生きていくとかね、もっと見上げて旅に出かけていくっていうのが大事なので、それを続けていくっていう意味で We'll take you on a journey, a never-ending journey, a journey to the stars っていうのが、ずっとこう旅をしていきましょうっていう感覚がね、言葉を繰り返すことで感じるかなっていう。作曲家竹川に、竹川が作った曲はアレンジャーの手に渡る。アレンジしたのは当時五大吾のリーダーだったミッキー吉野。なんかね、寝ないで書いてたらしいんですよ。もうなんか朝デモテープ自分でピアノ板の持ってきて、でまあこう聞いて実は驚いたんですけど、もうイメージしたのはすごい躍動感のあるこう速いテンポの曲かなと思ったら、実はスローのバラードだったんですよ。本当のバラードだったんですよね。だこれをまあ浮かんイメージしたのは本当にこう躍動感あふれるね、本当機関車のこういうやつだったんで、どうしようかなとこう実は思ったんですよ。なんかフライング・トゥ・ザ・ムーンとか言うとこうあれなんだけど、違うんですよ。やっぱりジャーニー・トゥ・ザ・スターって言うとなんかこうね、どういう感じが一番こうバリキャンというかな。でそれでまずイントロを考えてて、後でつなげるんですけどね。その時に最初にイントロが出てきたのがこういう。という、こういう最初からこういう感じね。で、まずイントロを考えたと。それから合わせていくわけですよね。という感じにこう乗ってくる。英語の詩をもとに日本語の詩をつけたのは、時間よ止まれなどの作詞で知られる山川圭介。ミッキーさんの当時 のウエストコースト風のロックみたいな、こうとても軽くてでも芯のあるこうスピードのあるいいアレンジだったん でこれだったら多少常駐的な言葉を入れてもベタベタしないだろうなって計算がきっとあったと思うんです。思い入れが多いのはより通行ラス目2番の方でしょうね。そうさ君は気づいてしまったって、安らぎよりも素晴らしいものに、人生の有用期間っていうのは誰にもあると思うんです。その時に安定感のある生活に行くのも構わないし、でももしかしたらそれよりもっと君なりお前なりにしかできない素晴らしいものがもしかしたらあるかもしれないよ、それは大変かもしれないけれどもトライしてチャレンジしてみる価値があるんじゃないかっていうことを、書いたつもりです。山川がどうしても英語で残したい部分があった。それは楢橋がこだわったジャーニーの詩だった。ここは残そうよって英語で、僕も大賛成、これいい、とてもスピード感というか走行感がありますし、でネバーエンディングジャーニーっていうのは気が遠くなるようなこう果てしのなさだと思うんですけども、その感じが何か出てるような気がします。こうして主題歌銀河鉄道999は完成した。
テンポの速い希望に満ちた曲に仕上がった主題歌。この曲が流れるのはメーテルと鉄郎の別れのシーン。メーテルを乗せた39が走り去り、そして一人鉄郎は地上から39を見送る。この曲がラストにふさわしい曲になるのか、スタッフに不安がよぎった。五大吾が歌う主題歌を初めて聞いた松本零士は、聞いた瞬間はね、はっきり言います、クラシック志向ですから私はね、クラシックとは違うタイプですよね。正直言うと最初はねちょっと違和感を感じたんですよ。嫌なもんですからね、BGM はペールユントをテーマにしたようなのということをお願いしたんですよ。壮大感と叙情感と切迫感のある音感的にこう感じるものが欲しいということなんですね。松本は当初五大吾の主題歌もオーケストラと合わせられないかと考えていた。まあ、劇版の方は流麗な音楽ね。ところが五大吾の方たちもしたロックだからテンポの速い、でその辺のマッチがどうかなっていうのがないわけではなかったんだよね。五大吾の主題歌によって映画の印象は、高見は不安を抱きつつ試写に臨んだ。映画のクライマックス、鉄郎とメーテルの別れのシーン。さらばメーテル、さらば銀河鉄道39。少年の日、そして主題歌を迎える。最後の主題歌が流れて、そしてエンドマークがついたら、みんなねバーッと拍手しだしたんだよ。いやあの時は嬉しかったね。だからそこで初めてね、ほっとしてにこやかな顔で、ね、松本先生の顔が見れましたよだこの少年は大丈夫だと見てる人思うでしょ。要するに泣き崩れるわけじゃないんですよ。 これからというね、そういう表現があの歌でできてるわけです。ですからそういう点では非常にハッピーな歌。あれが悲しいだけの叙情的な歌でしたらね、その少年の未来を案ずるわけですよ。でまあこの子は元気に自分の道を走るぞという、それで終わってるわけですよね。マジシャンですね、やっぱりね。やっぱりね、我々の世界とは別の世界にいるマジシャンですよ。映画のラストに夢と希望を託した主題歌、映画銀河鉄道39は大ヒット。多くの若者が熱狂した。歌うとものすごくお客さん喜んでくれるんですね。いまだに何ていうかな、可愛がられている曲なんだなっていう印象をものすごく強く感じますよね。みんなの気持ちの中にまだに銀河鉄道39まだ走っているっていうね、そういう意味ではただのヒット曲ではないんだなというのがいつでも感じていることです。これは本当に
竹川は今も銀河鉄道999を大切に歌い続けている。さあ行くんだその顔を開けて、新しい風に「あの人を」